歌い方といいハーモニカといいぶっきらぼうな男の代表的な人でございます。坪井さんのモノマネとそっくり。絶対丁寧に歌ってないでしょ、ボブ・ディランって。ねえ、きちんと歌えよということですよね。はい、ボブ・ディランの「Like a Rolling Stone」はい。どんな風に歌ってるの？何が？「Like a Rolling Stone」ちょっと。こういう風やん。こういう風やない。どんな風にってやんか。ない時なんて聞いたいもん。いや、こういう風やない。ここに今風に吹かれてはどういう風やって言ったら今かかってないから。How many large must man work down でハムリがバーバーバーって吹いておしまいや。おしまいっては。他の人は丁寧に PPM とかね、はい、なんかは How many large must man work down、うん、これ How many large must man work down。 Like a Rolling Stone も同じような感じ。 Like a Rolling Stone。 ね、ボブ・ディラン、はい、はい、それで、法隆寺の若草ディランさんからいただいております。若草ガラン。あんた今日よう笑ってんな。お腹減ってへんか、大丈夫か。すいたすいた、お腹がすくのはいいことだ、はい。この方ですが、ボブ・ディランの1965年の代表曲「Like a Rolling Stone」を作った際の歌詞の直筆草稿がニューヨークの競売会社サザビーズのオークションで204万5千ドルというと約2億円の高値で落札されました。オークションで落札された直筆草稿としては2010年、ジョン・レノンによるビートルズの曲A Day in the Life をつけた1億2200万円を大きく超える最高値となった。すごいね。2億円。あ、でもこの記事に約2億800万円って書いてあるよ。そういうことや。ハスで削ったな。いや、これ1ドルをいくらに換算するかということにもよるから、はい、ね。今回2番目に高い値をつけたものの、ディランの激しい雨が降るの歌詞原稿でも48万5千ドルで落札された。へえ、坪井先生、今こそ足の踏み間もない坪井先生の家の片付けをして、金太の大冒険やおまんの方などの歌詞原稿を探す時ではないでしょうか。直筆草稿、字汚いで。それこそや。、はい、ね、字汚いでって言うんですけども、はい、ボブ・ディランもこれ、こういう歌い方の歌詞って汚い字で書いてあると思うわ、きっと。あのね、うん、新聞記事、これ朝日新聞かな、うん、その記事が載ってまして、うん、その落札されたボブ・ディランの直筆歌詞の写真が載ってますけど、うん、はい、ちょっとちっちゃいんですが、うん、見るとですね、変な落書きいっぱいしてある。あ、なんかね、なんか絵が描いてある。ああ、本当だ、はい、牛なんだろう。なんか描いてある。これはね、しかしね、はい、坪井さんの作詞はどうですかということで、昔のあれは分かりませんが、ヘンゼルはグレテルさんもね、坪井さんも変なホテルに歌詞とか落書き残さないようにねとか、それから一時の恥、ボブ・ディランの弟ボボ・ディランっていう妹までいるらしい。ボブ・ディラン、それは妹なの。ボボ・ディラン弟じゃないの。ボボだ。もうね、すごいストレートや、ね、九州ではできへんやろこういう話は。ね、はい、ラジコで全国放送中。失礼いたしました、はいはい、この人はインカ帝国なんかのそういうのはないでしょうかということですが、はい、近年私作詞するのも原稿書くのもみんな例えばパソコンでやってますので、うん、それなんですよ。パソコンでやってます。紙に書いてるものがない、はい、でこれは一つは、うん、まあいろんな問題があるんでしょうけども、うん、こういうことがいい悪いっていうのももちろんありますよ。ただ小説家も今パソコンでずっと書いてるとするならば、ね、昔は原稿、この原作の原稿点みたいなのがずっとあったり、うん、そうするとここに線が引っ張ってあって、うん、これはこんな言葉に、あ、最初彼はこの言葉だったのか、うん、で次に消して、これ3回消してあるとか、うん、なんか非常にそこに至るまでの足跡が、うん、分かるんでしょうけども、はい、今はもう全部バーッと打ってバックスペースで消して、うん、でやったりして、はい、でというようなことからすると、完成したものしか分からない、うん、文学を研究するにパソコンで書く作家というのは、ちょっと研究するときに非常になんか今まで以下の研究の踏み込み方しかできないだろうかな。まあでも作家さんにしてみれば、これあかんなと思ったものが
バレるのはちょっと気恥ずかしい気がしますけどね。それはあるかもわかりませんですけどもね、はい、ボブディランもこんな絵描いて恥ずかしいと思ってるかもわかりません。なんかいろいろ書いてありますよ。そうやな、はい、はい、よいしょ。